常年司チャンネルニュースの虎川がおー、はい、始まりました。皆さんも面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いや、ついにこの日が来たなと、いうことでね、これも今日の午後、3時ぐらいのねニュースなんですけれども、日経新聞ね、こう書いてあります。中国恒大ドル建て債の利払い確認できず猶予期限切れということで、いやー、ついにこの日が来てしまいましたね。はい。ちょっとね、記事読むとね、こう書いてあります。中国の不動産大手、中国恒大集団は、日本時間の7日午後、米ドル建て債の利払い猶予期限を迎えた。複数のメディアは、利払いが確認できないと報じた。恒大の公募債としては、初の債務不履行、括弧デフォルトになった可能性がある。中国政府が全面的に関与して、債務再編を目指すが、合意形成には時間がかかるとの見方が多いと、いうことですね。これね、今まで恒大って、デフォルト期限来てるって言ったけど、はい、払いました。ね。ああ、もうちょっとできん。はい、払いました。って今までずっと言ってきたんですけど、いや、これ払ってねえぜって、前から言われてた。まあ、今回ね、公式にデフォルトしたみたいな感じになるんですけど、多分でもね、また数時間したらね、やっぱり払いましたみたいなニュース出てくるかもしれないんで、すいません。もしそういうの出てきたらごめんなさいね。今撮ってる段階では払ってないっていう風に言われてるんですけど、でね、今までもまあ大体このパターンだったんですよ。無理だーって言われたら数時間経ったところやっぱり払いましたみたいな言ってんですけど、このやっぱり払いましたが嘘だっていう風に告発してる人がいるんです。はい。これ実はね、もうね、1ヶ月ぐらい前かな。八重洲イブニングラボのメルマガの方にはもう書いたんですけど、もう1ヶ月経ったんで、もうあんま旬のネタじゃないので、あえてこれも平場で皆さんにバラしますし、まあいろんな人言ってるからもういいと思うんですけど、ドイツのね、ある調査会社がね、恒大の債権持ってたんですよ。で、持ってて、で、ニュースでね、利払いしたって流れてるけど、俺たちもらってねえぞ、というのを告発しまして。で、さらに、もうこれもらってないから、これ債務不履行なんで、破産手続きをね、やりますと。なので、他にも利払い受けてない人いっぱいいると思うんで、ぜひやる人いたら一緒にやりましょうみたいな呼びかけをですね、出してました。はい。ドイツ語と英語のプレスリリースで出してて、まあ、ドイツ語の方がすごい詳しく書いてあったんですけどね。はい。なんで、実は今までね、ギリギリ払いましたって言ってるニュースも、このドイツの調査会社曰くですね、これはもうとんでもないプロパガンダだと。ね。誤解を利用してると。ね、我々そもそも支払い受けてないからと。いうことは、言ってたんですよね。はい。なので、まあ、今回もね、まあ、これ何回目？もう10回ぐらいこのニュース流れてね。で、バーってこれがこう、西側のメディアに流れると、数時間後にですね、チャイナから、やっぱり払いました、みたいな、そういうのが出てくるので、この後またそれになるかもしれないですけど、それ嘘ですよ、多分。ドイツの調査会社は嘘だって言ってました。はい。間違いなくうちの口座に入ってなかったからと。だから破産手続きやるから、ということで言ってました。で、今回のね、まあ、じゃあ、とりあえずですよ。まあ、それは、まあ、今までそのパターンで来ました。じゃあ、今回はどうだったかというとですね、今回ね、約93億円、ドル建ての、債権です。11月6日の、当初の期限までに、支払いができず、30日間の猶予に入っていて、で、その猶予が切れたと、いうことです。で、これまでですね、期限猶予切れ、猶予期限切れの直前に利払いを実行するなどして、公募債のデフォルトをかろうじて回避してきたってことなんですけど、これ一応ドイツの調査会社が嘘だと。もらってねえと。ね。回避したってニュースは流れてるけど、俺もらってないからっていうのはこれ言ってた話ね。さっきのね、やつね。はい。繰り返してきたんですが、まあいいよ。ね、いいですよ。まあ、じゃあ仮に、台本発表通りそうだったとしても、今回はですね、どうもダメそうだと。いうのが、こちらの記事です。で、実はですね、似たようなことは、チャイナのですね、課長業集団というところね、会社グループというらしいんですけど、英語ではね、課長業集団というところでね、実は今から6年前に、似たような、米国債デフォルト騒ぎを起こしたことがあったそうです。日経新聞によるとね。で、その時はですね、債務再編案が2回否決されて、最終的にまとまるまで1年かかったんですが、それでもですね、直近ね、また社債の償還日を伸ばす交渉をしていて、再びこのね、課長業集団がデフォルトに陥る可能性があるということで、恒大もですね、まあ、ここと同じようにですね、まあ、そもそも債務の再編案をまとめるのに、1年ぐらいかかるかもしれないし、まとめた後でもですね、なんかその、少数の債権者からちょっと待ったみたいなことがあるかもしれないよと、いうことを、まあ、日経新聞は書いております。で、ちなみにですね、これ昨日のニュースなんですけど、まあ、これテレちゃんの方でね、やりましたね。恒大がリスク管理委員会、設置と、で、広東省政府などが、監督ということで、どうもですね、なんか政府がね、この介入して、で、このまあ、債務の整理をね、行うのではないかというニュースがこれありました。はい。で、これね、
この記事によると、経営難に陥っている中国不動産大手、中国恒大集団は6日、リスク管理委員会を設置すると発表した委員会の共同責任者に、広東省政府系企業幹部がつく。恒大は中国、広東省政府のほか、中国人民銀行などの全面的な監督指導の下で、外貨建て債務の再編を目指すって言ってるんですけど、まあ、目指すって言ったら次の日にいきなりデフォルトなんで、シャレになってねえなと。貸すのかね、これね、人民銀行ね。でも救済しないって言ってたからね、どうするかわかんないですけど、まあまあ、そういう状態です。で、おそらくこれから話し合いをしても、まあ1年やそこらはまあ軽くかかるだろうと。で、さらに言うと、アルゼンチンなんかの事例があるんですけど、8割方の債権者納得しても、残り2割が納得しなくて、ニューヨークで裁判だみたいな感じになるんですよね。で、アルゼンチンはそれで、前にね、デフォルトしましたよね。デフォルトした後、まあ一応そのヘアカットやってリスケジュールしてってことでやってたんですけど、そんなん関係ねえと。ね。これ約束違反だから、最初の額面通り払ってもらうからって言ってる人たちがニューヨークで裁判で勝っちゃって。で、これでね、もう事実上アルゼンチンでその後、国際金融市場から締め出されてるような、状態になってると。いうことです。で、チャイナはね、どこまでやるのかわかんないし、まあ、外資がどれぐらいね、チャイナに必要なのかもちょっとよくわからないところですけれども、まあ、恒大でこれ派手にやらかすとですね、まあ、これからですね、外国人のね、投資家っていうのはチャイナに投資するときに、こうなのみたいな感じで、まあ、かなり慎重になることは考えられますね。はい。まあ、国内の資金だけでやっていくんですかね。まあ、毛沢東の時代はね、国民が5000万人ぐらい軽く飢え死にしてるのに、食料援助でね、アフリカ諸国にね、国民が飢え死にしてんのに食料援助で、食料持ってってたぐらいですから、チャイナという国はね。で、一党独裁どこまでやるかわかんないですけど、果たしてね、今のね、一人っ子ばっかりいるこのチャイナ。ね、さらに言うとね、この沿岸部の特権階級の皆さん、日本人よりも贅沢な生活に慣れちゃった1億人以上の人がいますからね、この人たちがそんなんでやっていけんのかなというのはね、ちょっとね、どうかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、今後ですね、恒大、おそらく、まあ、デフォルトして、まあ、債務整理、指摘整理、まあ、破産手続き、まあ、どれなのか分かんないですけど、まあ、その指摘整理か、まあ、公的なね、破産制度使うかって、まあ、どっちなのか分かんないですけど、まあ、何らかの形で債務の再編を行われると思うんですが、今後もですね、波乱含みです。で、さらに言うと、恒大だけじゃなくて、他の不動産開発会社も、似たようなデフォルト状態に陥る可能性があると。で、こうなるとですね、まあ、ぶっちゃけ不動産バブルどころの騒ぎじゃないですよね。うん。不動産バブル崩壊みたいな、まあ、ことは、経験には、あんま言わないようにはしますけど、まあでも実質的には、これで崩壊だろう。だって不動産バブルっていうのは、ね、なんかよくわかんないけど、ずっと右肩上がりで不動産が上がり続けることだから、このモメンタム失った時点でも崩壊なんだよ。ね、だって実際アメリカのサブプライムローンだって、ね、値上がりのスピードがちょっと鈍化しただけで、ね、サブプライム爆発して、ね、で、仕組み債、全部価値がわかんなくなっちゃったっていうことがありましたよね。ね。だからもうチャイナは、まあ、値上がりのスピードは特に鈍化してたんですけど、ついに値下がりを始めたと、ね、いうことですから、まあ、値下がり始めた理由っていうのもこれ実はあるんですけど、まあ、非常に簡単に理由はあるんですけど、まあ、ちょっとこれは、話すとこ長くなるので、ヤヒスイブニングラボの方に来てください。そこですごい詳しく書いたんで。まあ、値下がりも始まっちゃったということなんで、まあ、事実上これ不動産バブル崩壊と。まあ、一回下がった後、前と同じペースで上がり始めるかっていうと、まだ調整が全然済んでないですからね。むしろこれから調整っていう感じですから、まあ、大変だろうなと。で、日本以上に土地本位制みたいなところがありましたから、日本の不良債権処理をやってた90年代、まあ90年代の再現になるのかなと、まあそんな中でね、台湾、侵略しそうな勢いでいろいろやってるんで、まあ非常に困るなと、まあ経済的に困窮した人々はね、救済を求めて過激思想に走りますから、あの国の怖いところはですね、その政府のね、政府のさらに上にいる共産党が、そういう過激思想を平気で煽りますから、大躍進もやったし、文化大革命もやったしね。で、今度は中華民族の偉大なる復興をやろうとしてんでしょ？恐ろしいな、というふうに思います。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー！